久保さん。教室静かだったからみんな白石くんの方を見てたね。珍しく目立ってた。そんなお腹が減ってしまっている本日の主役の白石くんにこれをあげよう。ありがとう。いいえ。また鳴ったら恥ずかしいもんね。そうだね。お誕生日おめでとう、白石くん。久保さん、僕の誕生日知ってたの？あ、それはね、生徒手帳拾った時に見たの。白石くん、これなんだ？食べないの？そんなにチョコ嬉しかったの？じゃあもう一個あげちゃおうかな。ありがとう。